皆さんこんにちは、フォーカスです。突然ですが、バスケットボールにおいて誰でもできるプレーだけどみんなができるわけではないプレーといえば何を思い浮かべますか？僕はハッスルプレーだと思います。ルーズボールへの飛び込みなどスタッツに現れにくい仕事を嫌う選手は少なくなく、高い精神力が必要なプレーです。しかしある選手はハッスルプレーを毎試合エナジー全開でこなし、193センチとフロントコートの選手にしては小柄ではありますが、チームにとって大きな役割を果たします。ということで今回はアイラ・ブラウン選手について紹介します。それではどうぞ。1982年8月3日、アメリカ合衆国のテキサス州コーシカーナでアイラ選手は生まれました。不幸にも彼が幼少期の頃から家族全員がドラッグを常用していました。アイラ選手は家に帰ると両親が高濃度コカインを決めている光景ばかり目にしていたそうです。そのためアイラ選手は普通の生活を送ることも難しく、まともなベッドで寝れた試しがなかったそうです。さらに彼の自宅には水道が通っておらず、洗濯はおろかシャワーを浴びることすらできず、学校ではダーティーブラウンと言われいじめられることも多かったそうです。さらに彼に悲惨な出来事が降りかかります。9歳の頃に喧嘩に巻き込まれ、その相手がアイラ選手の家に火炎瓶を投げ入れ、自宅はもちろん家族まで失うことになってしまいました。その後は祖母に引き取られ生活をすることになります。この祖母との生活が彼に大きな刺激を与えたとアイラ選手本人は語っていました。彼の祖母は両足がなく、生活においてかなりのハンデを背負っているにもかかわらず、どんな逆行も乗り越え前向きな姿勢を曲げない強い女性でした。母親代わりともいえる祖母の支えもあり、そこからアイラ選手の人生は大きく変わっていくことになります。高校ではその圧倒的な身体能力を生かして野球とバスケットボールでスター選手として活躍します。高校卒業後の2001年、 MLB ドラフトではカンザスシティロイヤルズに8巡目235位で指名されました。当時は156キロの強肩ピッチャーで、マイナーリーグ A クラスまで昇格するほどの実力でした。しかしメジャーリーグデビューを目の前に肩を故障してしまい、野球を続けることができなくなってしまいます。普通の人であればここで諦めてしまいますが、彼はもう一つの特技であるバスケットボールで成功するため、バスケットボールを本格的に始めます。アメリカの短大に値するコミュニティカレッジのフェニックスカレッジに入学し、4年生大学からのスカウトを待ちます。すると彼の圧倒的ポテンシャルは評価され、複数の大学からオファーを受け、その中からディビジョン1の強豪校ゴンザガ大学に編入します。この大学は皆さんご存知の通り、後に八村選手が入学する大学です。大学では強豪校ということもあり、あまりプレータイムはもらえなかったものの、垂直跳び126センチの化け物跳躍力でハイライトを量産し、大きな存在感を示しました。2008-9シーズンでは34試合に出場し、平均 2.6 得点を記録しました。大学卒業後は現在の G リーグにあたる D リーグのオースティントロスにドラフト40名で指名されました。オースティントロスではプレーこそありませんでしたが、彼の実力は本物だということがわかると思います。その後プロ野球選手として数年間海外でプレーしますが、2012-13シーズンで日本の BJ リーグ富山グラウジーズと契約し、再びバスケットボール選手としてのキャリアをスタートします。この時にアイラ選手に面白い出会いがありました。富山県のある居酒屋によく出向いていたアイラ選手は、その居酒屋の店員さんであるザカリ・シャビルさんと出会うことになります。ザカリさんは元バスケットボール選手だったこともあり、すぐに意気投合しました。またザカリさんには息子がおり、その子供にシューズをプレゼントするなど、家族含めて仲良くなっていきます。この出会いは一見するとよくある話だと思います。その子供が八村塁だったということを除けばの話ですが、ザカリさんは八村選手のお父さんであり、この頃から八村選手とアイラ選手には深い関係があり、八村選手がアイラ選手と同じゴンザカ大学に行ったのは運命以外の何者でもないと思います。富山に加入したアイラ選手は1年目から主力の活躍で、1試合平均 12.7 得点 6.3 リバウンド 0.9 ブロックを記録、プレーオフにも進出しました。さらに3人制バスケットボールのアメリカ代表にも選出されました。続く12-13シーズンでは1試合平均 16.5 得点 9.1 リバウンド 2.0 スティール 1.2 ブロックを記録し、富山はチーム史上最高勝率と初のプレーオフファーストラウンド突破を成し遂げました。
またこの年に初めてダンクコンテストに出場しました。上り調子のアイラ選手は13-14シーズンでは平均 16.8 得点、10リバウンド、1.6 スティール、 1.0 ブロックとシーズン平均ダブルダブルの活躍でチームをイースタン1位に導き、ベスト5に選出されました。 BJ リーグでの驚異的な活躍により 14-15 シーズンでは当時の企業チーム日立サンロッカーズ渋谷に移籍し活躍します。またここでアイラ選手にとって大きな出会いが起こります。友人の誕生日パーティーで彩香さんという女性と出会います。出会ってすぐアイラ選手と彩香さんは意気投合し、アイラ選手はきっと彼女は私の妻になる人だと直感したそうです。その後彩香さんと無事結婚し、アイラ選手が幼少期には味わえなかった強いつながりのある安定した家族を手に入れることができました。企業チームでもアイラ選手の身体能力は群を抜いており、14-15 シーズンも15-16シーズンも平均13得点と6リバウンドを上回る高いスタッツを残しました。2016年には B リーグが開幕し、そのタイミングでアイラ選手は日本国籍の取得を達成、帰化選手となりました。そして日本代表にも参加し、2017年の東アジア選手権では3位に貢献。中国ワールドカップ予選では最も苦しかった4連敗の時に日本を支え、ニック・ファジーカスの帰化により帰化選手枠から外れてしまったアイラ選手ですが、2018年の代表戦ではニック選手の手術により再びアイラ選手は代表に復帰、カザフスタン戦ではとんでもないハイライトダンクを決め勝利に貢献。格上イラン戦でも八村選手との息の合ったゴンザカブラザーズは強いのはもちろん、見ている人を楽しませるプレーで勝利。その後はニック選手が代表として出場しますが、苦しい時に必ず支えてくれるアイラ選手には感謝しかありません。 B リーグでは琉球に移籍し、西の強豪の核として活躍。2017年では大阪エベスタに移籍し、衰えを知らない身体能力で現在も大活躍しています。東京オリンピックでは 3×3 の日本代表候補でもあり、ぜひメダルを取ってほしいと思います。どんな役回りでも嫌な顔一つせず笑顔でプレーするアイラ選手には感謝してもしきれません。アイラ選手が今後もいいキャリアを送れることを心から願っています。いかがだったでしょうか。今回はアイラブラウン選手について紹介しました。この動画が良かったり、アイラブラウン選手が好きだったりする人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは I'm speaking